大阪の平和な昼下がり、突如不思議なカップル登場だ。おや、このスタイルどっかで見たことあるような。あ、ウルトラマンだ。ちゃいまんねん、これ今大阪で大人気の服だよね。ウルトラマンの格好をモチーフにしておしゃれなもんでしたろ。この服を作ったのは中川雅宏、あぜちりかの2人。でもなんでウルトラマンだったの？夢でひらめきました。ひらめきです。だいたい夢に出てきました。こうウルトラマンのこの胸の方の切り替えのところがアップでドーンって出てきたんですよ。それでなんか、あーかっこいいやんと思って。とにかくなんかコンクリートカラーっていうかこの色をなんとかしたくて、ラインのシャープさとか、あと曲線と直線のなんか組み合わせ方とか、異素材との組み合わせでこうなんかパワフルでコケティッシュな感じで、まさにウルトラマンやなとかって言いながら、こういろ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 いっぱいいろんなのを出してきてって感じです。いや、これがね、噂のカラータイマーって言うんですよ。これを控え出して、大空や羽ばたく地球防衛軍ですのイメージです。これは夜、まあ、安全性にも恵まれてる商品です。そうです。やっぱりうちの服と服っていうか気持ちと同じで、袖を通して元気にお客さんがなれればと思われた一品ですね。ユニークなアイデアたっぷりの2人、最近やっためちゃ面白いことは木下サーカスとのジョイントファッションショー。サーカスとファッションなんていう全然違う世界が2人の手にかかればしっと溶け込んでしまうのだ。しかしショーが決まるまでは一苦労。サーカスの人にはファッションのことなんてチンプンカンプンで相手にされなかったそうだ。それを2人のパワーと熱意で説得、ついに1500人もの観客を集め大成功に終わったのだ。あ、でもなんでサーカスだったのかな。サーカスってなんかドリームとかファンタジーとかそういうイメージがすごい簡単にあるんで、じゃあもう直接そういうイメージになんか結びつけちゃえば面白いやんみたいな感じで、なんか光とか音とか、なんか服以外にもその付随する環境みたいなので大事なのがいっぱいあって、で自分らのそのなんていうかお客さんにプレゼンしていく場所はお店とコレクションなんで、そこに絶対エンターテインメントっていうのが必要かなって思ってたな。でエンターテインメントって言ったらサーカスかなっていう。なんか最近ってなんかワクワクドキドキしたりとか感動することがあんまりなくなってきてるかなとか思って、それでなんかドキドキしたりワクワクしたり緊張したりとか感動するって大切なことなんじゃないかなとか思って、それでそういう気持ちを伝えたいってまず